どうもこん今回はですね AI アートのお話をしたいと思いますこの AI アートってものは以前から私も存在は知っていたんですけども昨年の夏頃に私もね、まあ、勇気を出してってほどではないんですけども、まあ、どんなもんかなと思ってやってみたんですよそれからすぐに100枚ぐらいのアートを作ることができましたやってみようかなと思ってほんの1日2日のことです それから今までに1万枚ほどの AI アートを私は作ってきまして今回のこの動画のサムネイルにも私の作った AI アートがそのまますっぽりハマっているんですよ当然私絵心は50歳まで全くありませんでしたでもそんな私でも今 AI に指示を出すことによってこういうふうな私のオリジナルアートができるんですよねこれがもう1万点できてるんですよということはいわゆる萌え絵師という方がね いいっぱい一生懸命書いてきても一生のうちに1万枚は書けないところに今追いついてもう追い抜いてしまったってことなのかもしれませんというのが私はこの AI アートですでに収入を上げているからなんですよ1万枚も書けば売れる絵の10点や20点生まれそうですよねでこの1万枚私が額に汗して書いているかというとそんなことありません本当にオーバーじゃなくって1クリック2クリックで10秒とか長くても1分でアートがバン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 量産されるんですよそれも私が全く別のことをやっていてもです でですんで私はトレードをやったり動画を撮ったりする最中クリックをポチポチとするだけでアートがどんどん量産されていくんですよねそれこそ1枚のアートを作るのに今までのライターさんでしたら1日2日構想から5日とか1週間かけていたのかもしれませんそこに対して制作コストを2万3万5万というふうに払われていたのが現実だと思うんですよでも今私の作った絵心のない私の AI アートが1枚数万円から10万円前後で売れてるんですよね そう考えていいくとと時代は変わったなと思いますまるで馬車を走らせていた馬車師っていうのがいたんですけどもその方が職を追われて馬車をを扱う技術ななんて全くない方がタクシーードライバーをやってバンバンン稼いでるかのようですよね馬車っていうのはその馬車の維持にもお金がかかりますし馬を操るのにもものすごいトレーニングが必要なんですよ。でも今は18歳ぐらいで運転免許を23か月で取っちゃうともう車の運転できちゃうわけですよね。 昔のご苦労は本当に時代とともにテクノロジーによって埋められていくものですつまりはスタートラインがずいぶん私たちに身近になったってことなんですよ重ねて申し上げますけども絵心全く必要ありません単なるワンクリックツークリックでパチパチっとアートができて自分でセレクトしたこれは売れそうだなと思ったものを出品するそれだけなんですよねそうするとそこにあこのアート欲しいよねって方が購入に来るって形です ただしいつかこの AI アートも誰もが使うものになりますそうなったらさすがに私たちが適当に出したものが売れるとは思いませんので売れる人と量産しても売れない人の二極化がこの世界でも起きることだと思いますですので早めに取り組んであっという間に稼いでしまってそして撤退それを今年とか来年のうちにやってしまえばどうかなと思いますけどねどんなものもビジネスっていうのはテクノロジーによってうんまあ二極化が進んである意味ね 不平等じゃなくなる専門業じゃなくなっていくってことなのかもしれませんけども誰もが参入できるとなるとそれはそれでまたね強い二極化を生むんじゃないかなと思います強い二極化ですよねそうなった時には当然本業として続けるのかそれとも撤退してまた別のマーケットを探すのか選択に迫られるまさにビジネスマンって稼げる市場を自ら見つけていくもしくは作っていく仕事だと言います今回は AI アートについてお話しさせてもらいましたはいそれでは一旦失礼します